チを鍛えて差し上げましょうか。きっとお気に召します。またいつでも。役立つものばかりです。どうぞ。それで猛虎を倒してください。お役に立てば幸いです。道中の無事を追い出しています。鎧はお体に合ってます。より頑丈になりました。みたいな道具も持ってる。ここも人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハーンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って俺の毒の元となる花だ。猛虎が摘んでいったのね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるから。浅はかだったことは事実だ。真似されるとは思わなかったろ。資料を重ねれば大勢を危うくせずに済んだ。そうだね。ハンを殺さなきゃ。すぐ攻め入るのは無謀。崖側から回り込む。その身の裏を。いいね。
樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。嵐の前の静けさ、こちらの理になるやもな。今は火を消したままにしておくと、もうこの船の目指す印になってしまう。奴らが去ったらつけよう。さあ物見と行くか。こっちだ。良い案が出ると良いが、港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。鳥が弧を描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。あそこに騎兵を置ける。猛虎を丘に支え込むの。騎兵に囲まれてしまうだけか。あの辺りに兵はおらんだ。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上額で司祭を決めよう。酒井様があるよ。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。おじ上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。ではおじ上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、おじ上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。
るね。ロード怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？風、空を裂いて走れ。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。仁、何をしておる？ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？仁、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。成り下がったと示すだけ。志村君は後ほど主閣で演説されるぞ。士気を高める。鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。
覚えてるか。あいつクロードの武器を手に入れて、この斧方、島を守るために一度前に。我らが敗退したどんな敵よりも前に。奴らは我らが島の裏側を焼き、女子供まで殺め。前と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。島まで食い込む。将軍様の出す本を危うくさせてはならぬ。堺殿、同じとこを作れ。ああ、そうかい。決して逃がしはしないぞ。これ以上探しても無駄だ。最上階、今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも堺、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回した。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様の御下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決である。仰せの通り。あんなところは突き止めて。音がした。調べる。探すのはやめておこう。お目に留まりそうなところに。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何卒ご加勢よ。そしてまた間に合うことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。
遅かったじゃないか。心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた？ハーンとの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか？痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けとともに攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。の長がいて心強いぞ。長だなんて名乗るつもりはありません。だろうな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と総兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。その弓頼りにしております。約束は果たしたぞ。深く感謝いたします。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか？この家に生まれた時からな。明日が待ち遠しくてたまらんわ。お頼みを聞いてください。坂井様。雅子殿、おいでくださるとは。叱る時に参ると申したであろう。私もハーンを葬りたい。奴は夫を殺し二人の息子を奪い負ったからな。必ず裁きを下しましょう。私も力を尽くそう。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。そうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。鷹のためにも。頼むぞ、ケンジ。